やっていきまーす。意外とうまくでしょ。皆さんもこんばんは。よろしくお願いします。いやー今日は月バーガー食べるわけですねー。ということでちょっとまだあの頼んでる最中なんで一回頼みますね。マックは今頼んだんですけど、ケンタッキー行きましょう。やはりでケンタッキー月バーガー何言って、うわっ月見和風チキンカツバーガー具沢山タルトルセット、ちょ盛り込みすぎじゃね、さすがに。どれ選べばいいのこれ。あ、とろーり和風チキミチキンツカパツン、これだ、これいこう。すげえタルタル入ってんだって、やばすぎるだろ。おい、あとどこがいいんだ頼むってなったら。ロッテリアがいいの。ケンタとロッテリアだし、じゃあロッテリアで。レッテリアすごいね。和風半熟月見絶品チーズバーガーでいいですかこれ。お前さガキじゃねえんだからさ、何でも入れていいな、こんなさぐちゃぐちゃにしてさ、ジャンキーなものを入れたら俺が喜ぶと思うなよ。ちょ分かんねえな、何がいいのか。俺ロッテリアって人生で初めてかも食べんの。これで、マクドナルド、ケンタッキー、ロッテリアから商品が届きます。どんぐらいの大きさなんだろう。じゃあ俺さバーガーキングのでかいやつ3ついけたから、いやでも4つはちょっとやりすぎな気がすんだよね。バーキンより小さいよ。だったらあと1個何追加すればいいの。待って、お腹減ってるから今、あのお腹が減ってるけど熊落とししとくわ。贅沢なウーバーある、こんな贅沢なウーバーある。月見だけで、ちょっと待ってね、俺マックの月見が結構ちっちゃかったから、あともう一個いくってなったら何、ケンタッキー、ロッテリア、マック、モスか。どう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 、どうだ。なかなか変化球というか、もうナックルレベルだねこれ。モス以外に方向性というか、あの可能性は。バーキンか、そうか、あいつあそこのこと忘れてたわ。バーキンか。うわ、バーキンもやってんなー。いやー、バーキンもやっちゃってんのかー。パイン月見です。みんなは、月を卵で表現してんだけど、もうバーガーキング3は、パインで表現する。コメダコーヒー店？どういうこと？コメダコーヒーってマックやってんの？うまそうなんだけど、え？しかも月見販売してるのに主張があんまりないな。サイトに。なんでそんな君たちコメダ押すの。じゃあ俺初コメダ行っちゃうよ。むしゃぶり尽くさないと入らない4つは多分。ちょっと結構チャレンジになるわ今回。じゃあコメダきついぞ。え、これがでかい、え、これがでかい、これがでかいことある。さーて、よろしくどうぞ。早く来てね。てかウーバーさんたち頑張って。ふわとろ月見がさ冷めちゃうよ。マジ楽しみだね。お前らは月見食ったのね。お前らは月見食った、おめえら食ったのが。これどこだ、これケンタッキーではないな。でロッテリアですね。次来たのロッテリア、ロッテリア来ました。ロッテリアが参りました。ちょっと待とうか。俺が大食いなメカニズムを教えてあげようか。食堂なんだよね。コツはI チームをね、除いて、ちょっと選手たちが揃ったので、紹介していこうと思います。まず、マクドナルド。これも定番でありますね。マクドナルドの月見バーガーでございます。2つ目、北順で発表しましょうか。ロッテリア。ロッテリアさんには、ドリンクの方も、CC レモンの方をお願いしております。そして、3つ目、ケンタッキー。まずは、この3社の、月見バーガーを正直ベースで食べ比べていこうかなと思っております。じゃあまず、まあ、期待順からじゃマックから冷めちゃうんで、本当にギリギリだと思います。すっごい
澄み切ってる空気が。この世よりいいよ、こん中。はい、芳醇ふわとろ月見、いただきます。でやっぱりサイズ感はこんなもん言うて、ちょっと一回していただきます。おい、こちらですね。ちょっとあんまうまそうに見えねえな。こっちはこっち、これなんですよ。で今回、なんと60円で味変バーベキューソースもちょっと頼んでみました。マジちょっと一発目いっていいですか。僕月見バーガーって今までずーっとパスしてきたんです。 SNS とかで盛り上がってる時俺はずっと食えなくて、やっと配信とかでさ食べても、一口目マックいただきます。うんまっ、卵が思ったよりブリブリだし、これスクランブルエッグ入ってんだね。かなり水分量が多い、プリンって感じ感覚。やっぱバーガーってさふわって感じだと思うじゃん、プリーンって。うーん、マヨソースが効いてるな。月見ってこんな感じなんだっていうベースになるね、ベースになる、これベースで考えていいかも。月見ってこんな感じなんだ、みんなお前ら幸せだ。うまー、卵のさ、俺白身の部分好きなのね、プリプリしててしっかりと白身の部分が多くてね、満足感高いです。まあでもいいね、これおいしい、おいしい、非常に食べやすさありました。というわけで、はい、一回ここでリセット挟みます。タッピどういうシステム、タッピ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 、どういうシステムこれ。二重になってるわ、素晴らしい。いやこのね、前あの1ヶ月ぐらい前のバーガーキング配信の時に有識者に DM をいただいたんです、ですよ。炭酸水を必ず買えと。でその時はスプライトだったんですけど、今回 CC レモンにしてみて、 CC レモンも当たりですね。バーガーと炭酸飲料っていうシナジーをね、俺は知ってしまったんで、いやー流れてく。ということで次こちら、これなんか皆さん曰く大本命らしいです、和風月バーガーロッテリア。さあビジュアルの解禁からいきましょうか。うわー、ちょっとエロそうだなこれ。エロ、こんな感じのビジュアル、マックよりもね、まあ率直な感想、整ってるね、ちゃんと月見。今回和風なんでちょっと味にも注目ですね。一口目大きなお口でいかせていただきます。ん？ちょっと待ってね、もう一回行かして。まあ和風はあんま感じないけど、一個一個のパーツのレベルが高え。肉も肉汁すっげえ出てくるし、黄身がトロトロ。なんかね、さっきのマックのスキミバーガーと違って和風っていうよりなんかしんだけど上品感は感じるね。一個一個のやっぱ素材がちゃんとしてるっていうのもあるし、形も整えられてて、一口いっちゃいます。うわ、幸せだ。卵好きのゆうやとしては卵が100点すぎる、卵が100点すぎるよ。これは今のところ暫定1位は、まだ2個しかやってないですけどね、ロッテリアですわ。いやーいいね。俺今までバーガーキングとかしか、そのマック以外って
ケンタッキーも食べたけど、食べたことなかった中でロッテリア食べてみて、お肉が日本人が好きなハンバーグなんだよね。あのバーガーキングが前言った通り、俺についてこいのハンバーガーなの。もう海外のさ、あのギュムギュムしたさ、もう日本ではウケないけど、俺関係ないよ、うちではこれ売るから、俺のセンスについてこれやつだけ食いなのハンバーガー、ハンバーグけど、これはもう日本人にマッチした、もう噛み切れないとかない、口の中でモクモクする必要もない、あの噛んで、あのすぐ口の中でほどけるタイプのハンバーグ、ほどけるタイプの卵、全部日本人に用してきてる優しさを感じるバーガーでした。その次、じゃん、ケンタッキーですね。僕はケンタッキーにはとてつもない信頼をしています。なぜかというと、あれなんだっけ、俺がもう革命だと思った、なんだっけな、和風カツバーガーみたいなやつと、和風のやつ、和風カツのやつ、あれすごくて、あの説明をするともう一つの食物だったの。他のハンバーガーとかって素材によって分かれてるのを感じるんだよね。肉の層があって、キャベツがありまして、トマトあって、ソースが上に一番あるよね、あバンズはその感じかってあるんだけど、もう一個一個のマッチ度が尋常じゃなくて、一個の果実に感じた。そんな体験をさせてくれたのがケンタッキーフライドチキンということで、今回もそんだけ体験をして、さすじゃいとろり月見、和風かつタルタルでございます。サイズ感はやっぱりキムタク持ちできますね。こういったサイズ感ですけれども、高さはある。おお、てか重みもそもそも違います。そっちだった、初めてです。今日お野菜でございます。皆さん覚えてましたか、野菜って世の中にあるんだよね。俺忘れてたもん今、スキーバーガーに見せられすぎて。そっか、俺たちって野菜がある星に生まれたんだ。ソースドロドロ具合、これ味渋滞してないかな。さて、いただきます。こうですね、これ、あ、ちょっと潰します。いや、ちょっと俺は肉の場所だと思ってたけど、間違いバーガーなんだよな。言うまでもなく卵はトロトロね。まずそこは当たり前のベースから始めよう。そこは当たり前なんだよっていう。でちょっと真ん中部分、ハンバーガーのコアをいただきます。コア、すべてが詰まってる場所ですね。端っこという。タルタルの玉ねぎがいい。口が楽しいわ。いろんな食感がある。カツの衣を砕く瞬間、タルタルの中の玉ねぎの出会えるし、その中で。とろみもあんの、黄身のね。まあ、いやケンタッキーちょっと違うわ。いや、俺ケンタッキー信者になっちゃう。マジでうめえ。カツっていうからさ、水分結構持ってかれんじゃねえかみたいな思う人いるじゃん。そんなことありません。中もジューシーでございます。ちょっと頭一つ、いや二つ抜けてるな。ケンタッキー、ケンタッキーかも今時代は。というわけでラスト、こちらでございます。結構ダークホース、俺は信じてないんだよね。コーヒーショップがさ、何をシャシャリ出てきてんのかと。ハンバーガー、え、でかいんだけど、重い重いちょっと待って重すぎる、マジででかい。俺見てこの、え、ちょっと待って、え、お
前らの言ってること間違いない。すごいデカで、このデカさわかるかな。デカすぎるだろう。え、こんな感じなんだ。ということでいただきます。あちょっと待って、いや、うまいけど、ちょリセットだしね。まだ俺の脳みそがね、かなりケンタッキーが占領してる。もうちょっといってみようか。ちょっと待ってね。なるほどな。いや、これは一発目に食ってもこれぐらいかも。ハンバーガーじゃない、これはサンドイッチの方がイメージ近い。食においてさ、量ってのは正義じゃん。ボリュームで言うとハンバーガー 1.5 個から 1.7 個分ぐらいの量ある。いや、でもね、俺は、俺から言えることは、今年ちょっとケンタッキーじゃない、俺が食った中で俺の主観ですよ、完全に。スキニーバーガーっていうだけのジャンルにおいてはケンタッキー、トン、ロッテリア、トントン、マック、トン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 、コメダぐらい。いや、ラスト、もう一回ちょっとランキング発表して、俺の中のですよ。1位ケンタッキーフライドチキン、ダントツです。これはもう食べに行ってほしい。俺からちゃんとおすすめできる。結構量があるので、その量がある中でずっと飽きなく完食できる。それっていうのも一つ一つの食材のレベルが高いのもそうだし、噛んだ時っていうの食感がずーっと楽しめる。カツがすごくて、食べる前にタレがたくさんかかってるって言ったじゃん。だから俺結構ベチャベチャしちゃってんのかなと思ったら、衣の層がちゃんとあんだよ。それを噛んだ時に感じるの、サクジュワなんだよね。しかも皆さん、なんといっても私 Uber Eats で頼んでますからね。これも頼んだその店舗で食べたら、もっともっとあるってことです。 Uber Eats という判定をぐらいの感動をくれるのがケンタッキーということで第2位。いやー、ロッテリアのやっぱり特にね、これは順番っていうところもぶっちゃけありましたね。マクドナルドを食べてからのロッテリアっていうところで、素材の一個一個のね、強みっていうのをね感じました。マックはもう君たちがイメージしたマックですよ。卵とかもちょっと特殊じゃない、厚みがあるさ、このなんかなんていうの、太さがある中で、やっぱり食ったら食ったよ、月見って言えばマックだよなーの補正もあり、美味しく感じるマックの後に、全てにおいてレベルが上。まず開けた時のビジュアル、全部の層が見えてたじゃない。もうソースがあるところが見えて、卵があって、じゃあお肉が見えて、横から見た時にすごいね、食べたいなっていう欲求をそそるビジュアルからの、食べた時にこれが好きみたいなっていう、非常に上品。これもおすすめ、俺は。これもロッテリアおすすめ。そしてマクドナルドですね、3位はマクドナルド。いや、まあでも1回目に食べてよかった、正当な評価を下せますね。やっぱり走りなんで、マックの月見って、月見って言ったら俺は今、今日で評価は変わったかもしれないけど、2時間前の俺だったらマクドナルドを間違いなく上げてるんで。でもそれが変わる時代に来てるなと感じます。そして最後、コメダさんですね。見た時のビジュアルは非常に良かったんですけど、味とかはまあ普通のレベルを超えずに、ちょっとバンズの主張が激しすぎ、一口目でお肉とかに届かない。やっぱハンバーガー食べるときに水分量って俺すごい気にしちゃうんだよね。
ドリンクなしでは絶対食べれないちょっと水分の持っていき方だったんで、でもその唯一無二の大きさ、あとバンズが香ばしかったかな、ちょっと他にはないやっぱりずっしり来てるところもあって、コーヒー屋さんだってコーヒーと飲んだらめちゃめちゃ美味しいのかな。まあ交互期待というわけで、バーガー4つ食べさせていただきました。スタミジャパンの、月見バーガー食べ比べでした。さすがにお腹いっぱい9割でございます。ごちそうさまでした。